こんにちは、楽ちんおかちゃんです。今回はピノちゃんのお顔周りの毛をカットしていこうと思います。お顔の下のとってもふわふわのファーのような毛がご飯を食べるときに汚しちゃうんですよね。そこがちょっと伸びて分厚くなってるのでカットしていきます。ちょっと投げば汚れちゃうから。ここちょっと、もうね、お利口だね。ここの毛汚れちゃうからね。
感じにセットできました。一応お顔周りだけやったので、お尻周りはまた別にやろうね。あんまり長いとね、疲れちゃうからね。しょっちゅうよ、しょっちゅう。この季節からカットします。どう？すっきりした？ここ汚れなくなったよ。よしよし、周りの方、顔周りの方だけすっきりしてると思いますね。お尻周りはまた別日にやります。ちょっと三脚が壊れてうまく撮影できなかったんだけど、顔の周りがすっきりしたと思います。手周りもすっきりしてます。可愛くなりました。買った毛はヒノの毛刈り状態。これからしょっちゅう刈ります。ヒノの毛を刈るのに使っているバリカンはこの2種類です。広いところをざっくり切るのがこれ、足の手の指とか細かいところを切るのはこれ、両方使い分けていきます。今日みたいにざっくりざっくり皮の周りを切ったりするのはこれが多いですね。もっと前は本当はお子さんに使うワニさんパックン、あれでバリバリやってたんですけど、壊れちゃったのでこれとこれをネットで購入して使い分けてやってます。このおでこ周りも切ったから、こう撫でた時にパッカリンってなってたんだけど、それがなくなったかな、ね、あ、やだやだやだ、あ、ここちょっと切りたい。そうやってしょっちゅうバリバリやるから嫌がられちゃうんだよね。顔周りが白い毛が増えたね、ピンキュン。ご視聴いただきましてありがとうございます。次回もまた見ていただけたら嬉しいです。それじゃあまたねー。